何人かの方がねあのいや、えっと、なんか理屈はわかるんだけど、その未来がね、そのえー、あんまりこう明確じゃなかったら、じゃあどうするんだとかねあの、現在、現在地すら明確じゃないこともそうなんです、でねあの、クライアントさんがもう未来が明確でね、しかも、えー、5年、10年、20年、30年まですごく明確で、それが心身一致してね、ワクワクしてね、で現在ど、どんな状況に自分が置かれてるのかもよくわかってるという状態だったら、コーチングは楽ちんなんです、楽ちん。 で、あの三十年後の未来が本当に見えてる人は、三十年後の未来に向かって生きられますね。で。じゃあ、そういう状態じゃなかったら、どうするのかっていうことです。あの、しょうがないんです。その人が分かる範囲の未来に向かって生きるしかないっていうことです。で、ほとんどの人はね、とはいえね、今日どんなふうに。一日過ごせたらいいかぐらいは想像力が働くんです。だからね、あのー。 すごく遠い未来まで想像できちゃう人はすごく遠い未来に向かって今日一日生きられるけどねあのそういう習慣がない人はまあだんだんとねその遠い未来を想像するっていう能力を身につけていくとして今日のところはまず今日一日どうやって生きていくかっていうことを考えてそのためにできることっていうのを工夫してみる。で工夫することの中から我々は自分の人生をコントロールできるっていうことをどんどん学んでそうするとじゃあこの1週間1か月って少しずつ意識が伸びていくわけなんです。 でだからね「いや何も特にないんです」って言ったらね我々が例えば何やるかって言ったら「ああそうですかじゃあちょっと聞かせてくださいこの1週間であのちょっと良かったこととかねちょっと嫌だったことってどんなことがありますか?」ってやってみるわけです例えばね。 で「あなるほどそういう時嬉しい」とか「そういう時嫌なんですね」ってで「じゃあ今日どんなことできたらいいですかね」とか「どんなふうに過ごせたらいいですかね」あそんなことできたらいいんだ」って「じゃあどんなことやってみましょうか」ですそうやって少しずつ未来にね意識を置いて今日一日生きてみるっていうことをやっていくとだんだんもっと遠くの未来に意識を置いてこの1週間を生きるもっと遠くの未来に意識を置いてこの1か月を生きるっていうことができるようになってくるっていうことです。あの人によって、ね、どれぐらいの未来を想像できるかとかと そこに向かって、ね、あのどれだけの行動バリエーションを持ってるかっていうのは人によって全然違いますからであの人に合わせてね少しずつまず未来を生きるっていうか、ね、未来に向かって生きるということをえ一緒に、ね、トライしてみるというのもコーチの役割なわけですだからねあ,のあんまり未来が思い浮かばない人がいても大丈夫これも昨日懇親会でえ何件か質問があったんですあんまりビジョンとか出てこないんですけどとかね安心してください。あのビジョンが出てくる人は、ね、実は実少ないです だしどんどんビジョンも書き換わりますあの昨日出てきたものもこれから出てくるものもどんどん書き換わりますそうなんですえっとえー、これアンソニー・ロビンスかなえっとですけどね 1>, 1年後のワクワクする目標を作るとアンソニー・ロビンス今度あのアンソニー・ロビンスはね平本さんの人生の転機になったコーチの一人ですからアメリカでアンソニー・ロビンスと出会って平本さんはあの人生を大きく方向転換したのでで4月に来ますけどねアンソニーねでーアンソニー・ロビンスのねそのセミナーでね例えば1年後のワクワクする目標ね1年後のビジョンみたいに作るわけですで。 あ何千人も来るようなセミナーですからみんなでわーっとこう盛り上がるわけですよね。でそこに向かってアクションプラン立てるわけ例えば3ヶ月のアクションプランとかね3ヶ月でどんなことやるかってこう作るわけです。で でアンソニー・ロービンスが聞くわけですよね1年後のねそのビジョンとか目標ワクワクするかとしますとで3か月後のゴールねワクワクするかしますと3か月後アクションプランがやってみるかとやってみますとじゃあっていうわけですよね3か月やってみようとんで3か月やったらそこで1年後のゴールを書き直すんだっていうわけです。でなんでって思うわけですよね。1年後のゴールのために3か月頑張ってんのになんで3か月頑張ったら1年後のゴールを書き直すのかっていうことです。3ヶ月間 頑張って生きたらとか、ね、3か月間新しいチャレンジをしたら人間は成長しちゃうから絶対にゴールなんか変わるんだっていうことです。我々のビジョンもコクコクと変わっていきますだって毎日たくさんの経験をするからです。特に我々は今回ねコーチングとといううもののをを使ってて月間で自分の人生を変えようとしてますだから今この瞬間描くゴールとそして6か月後に描くゴールは絶対に違うし今今日このクラスの中で描くゴールとそれから来週来た時に描くゴールは変わってて当たり前なんです。 トニは言うんです俺は毎日ゴールを書き換えてるってわけ毎日毎日真剣に生きてたら一日一日で成長するんだっていうわけですでだから我々は変化し続けますクライアントも変化し続けますでその中でも今分かってる未来に向かって少しでも今日一日を生きる今日一日何をするかが私たちの人生を決めるんです。